ょっと下降りよう。あーゴミ箱、あこれ開けるか。おお、いたのかお前、気づかなかったよ。オッケー、あーびっくりした、突然出てくるわ、怖いわ。これもなんかありますね、ロボット、うめき声、あ誰かいてる。兵士が通って行って製造工場を封鎖した。レベル3にあるサイロについて情報を欲しがっていた。彼らはゲートキーパーじゃない、他の何者からだ。彼らには何も話さなかった。君がパワーセルを見つけるならフォークリフトを使ってドアを開けて地表トンネルを通ってここが出られる。あー出方を教えてくれたな。フォークリフトを使って、あーパワーセル、これね、これを見つけてこれを上に上げてここが出れるってことかな。うん、なるほど。どっかで見つけてこないといけない。 OK、 次はパワーセルを見つけるかな。あレベルが上がった。ちょっとジャーナル見ようか。あそうですね、パワーセル、うん、誰かがパワーセルのありかを知ってるかもしれない。ここかな、不明なロケーション、あ不明なロケーションがさっき行ったところから多分。なるほど、これは開かないのか。ハッキングが必要、ハッキングとかあんのか。これなんかない。あ、やばい。When did I last sleep? 完全に疲れ切ってる。やべやべ、暗くなっちゃった。あ、ちょっと待って、なんか動き出した。ちょっと待って、なんか動き出した。やべやべ。あ、ちょっと待って待って、これ上上がろう。びっくりした。なんかいましたね。あのロボット動くんだ。やば。やばいやばい。お腹が空いて寒いで死んでしまう。もうここで死のうか一回。ここ安全ですよね、今思えば。ここに電気あるし。ここいいんじゃないか。ちょっと待って、今何時？夜になったらロボット動くのか。マジで今まで出会ってなかったけどな。まあそういうことなんでしょう。さあ、リスポーンしましょう。よいしょ。オッケー、帰ってきた。いや、やばいな。これちょっと寝ましょうか。朝迎えないとやばいですね。今2時。さっきのロボットどこいるんだ？あ、いた！ちょっと待って。潰されてない？うわ、めっちゃ破壊してるじゃん。やばいやばい、こっち来た。嘘！無理だ無理だ無理、ちょっと待って、それ無理、あお無理無理無理、勝てる気がしないんですけど。夜やばいっすね、てかここやばいわ。勝てる気がしない、勝てる気がしない、あ全然勝てる気がしないわ。やばいやばい、勝てないよ。ちょっと待って、めっちゃ潰されてるんじゃん。あお、それ無理無理、あー死ぬ。ああちょっとこれ移動しないとダメですね。ああ死んだ。ああやべやべ、くそこいつ潰しやがった。あ潰してるわやっぱり。勝てない勝てない勝てない、お前勝てないよ、無理無理無理。いや全ロストかもしれんこれ。ああ嘘でしょ、こんな貧乏な槍で勝てるわけないやん。ああ観光しか言おうとしてない勝てるかってしまったな、これ置く場所間違えましたね、ここに置いたらダメだ、ロボットが攻撃してくるんだ。置く場所間違えた、僕さっきのあのワープできる場所ですよね、多分あそこがいいと思う、いいと思うけど今どうしようもできないんだこれ。いて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 、無理無理無理、いやそれ無理だ、全然どうしたらいいの？あ、だからあれ、あれか、いろいろ、バリケードとかあったんだ。こいつの対応策のためにあったんだ、あの弾で。あー、死んだ。あー。うわ、ずっと潰してる、こいつ。こいつは、
いなくならんのか。うわこれじゃ無理じゃろう。あ死んだ。どうしたらいいのこれ。全ロスト、もしかして。無理ですよね、こんな。ちょっと待って、絶対無理だって、こんな。こっち来な？こっち来ないのか。あ、来た来た来た。ちょっとこいつ追い払おう。こっち来い。そう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 、こっち。ここ開けちゃダメだな。こっちこっち。こっちよ。ほいほいほい、おいでおいで。おいでおいで、こっちこっち。ほいほいほい。そこそこそこ。君そこやで。よし、ダッシュ。逃げろ。ここ閉めるんだ。あ、閉まんない。閉めて閉めて。いや違う違う。あ、いやいや、どうしたらいいのこれ。勝てる気しないんですけど。あーどうしよう。積んだ？もしかして積んだ可能性出てきたよこれ。あそこ閉まんないのか。どうしたらいいんだろうね。対応策か。見つからんね。こっちこっち。もうとりあえずこいつを移動させましょう。こっちこっち。いや、やばいわ、こいつ。ああ、お前はいい。こっちこっちこっち。あ、一回まで連れていけんじゃないこれ。こっちおいで。カモン、カモン。こっちこっち。そう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 。そうそうそう。こっちおいで。こっちこっち。おいで。そう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 。賢いね。じゃあさようなら、さようならさようならしましょう。あー怖っ。よいしょっと。来るかな。あそこいますね。来るかどうか分からんけど、まあ一旦とりあえずさようならだ。さようならして、うわ、どうしようかな。これ荷物やばいっすね。破壊されまくったわ。やばいやつがおった。強敵がいましたね。ここを閉めたいんですけど。あ、これ取ったらよかったの？あ、ちゃうな。そういうわけじゃない。うわ、めっちゃ粉々だ。あ、なんとかこれ持ってますね。やばいやばい。ちょっと荷物、荷物をちょっと、移動しましょうか。あ、カート上か。とりあえず、梱包して、これ持ってるかな。あ、荷物が多いって言われてる。ちょっと待ってね。ちょっと一旦ここに入れよう。あれだけ持っていこう。よしと。ちょっと移動しましょう、荷物。あいつやばいわ。やばいやついた。ああ、あいつがおる。嘘でしょ。ちょっとダッシュで。ダッシュで。上行って、上行って、早く早く、早く。あれ、行かないの？行かないのかい。やべやべ。ああ、ああ、またやられる。いや、それじゃ無理だわ。無理無理無理。なんでお前そんなとこにおるんだよ。あー死んだ。まだいる？まだいるな。よいしょと。とりあえず回収して。うわ、どうしよう。あっちにも行けなくなっちゃった。ちょっと意地でも行くか。ちょっと意地でも行きましょう。しょうがない。あ、あっち行くな。あっち行った。今。これ上上がるのにちょっと時間かかるんだな。あれ？すぐ行った。オッケー。ここなら安心ですよね。電源あるし。ここにしよう。とんでもない結果になりましたね。
いやー、せっかく荷物搬入したのにね。これ今作れないんですよね。どうしよう。荷物の問題が出てきたな、次。いない？いた。やろう。おい。こいつはいつかやっつけないといけないから。もうやられてもいいから、とりあえず。やろう。やっつけた。オッケー。板と、スクラップの、靴。あったあったあった。いやー、まさかに引っ越した途端にあいつに、ボコボコにされましたね。ロボットに。まあ、てっきりあれ乗れるんかと思ってたんですよ。全然そんなことなかった。ひどい目にあった。ここはさすがに大丈夫でしょう。安全だと思う。OK。これで修理とかもできますよね。まあ、とりあえず、クラウトで、作りましょうか。よし、あと箱を作って、箱こっちに置いとこうか。ロボットさすがにこの上まで来ないでしょう。来たらびっくりするけどね。いや、夜ほんと危険だな、これ。あ、まだ荷物がこんなにいっぱいあるんですけど。全然取れないよ、これ。とりあえず、持っていけるやつ持っていこう。あいつ帰ってくんのかな、ここに。怖いなぁ。あいつなんか帰ってきそうな気がしますよね。いずれ。なんかバッテリー切れとかで。バッテリー切れしたら勝手に帰ってくるとかあるんじゃない？あ、これ直さないといけないなぁ。これ直るかな、すぐ。あー、全然治らないな。あー、しょうがないわ。あ、ベッドだ、ベッド。肝心な。梱包しよう。よし。一旦これでもう一回上上がろう。いや、ベッド破壊されなくてよかったね、これ、ほんと。さすがに登ってこないでしょ、ここまではね。こういうとこうか。OK。まあ、これを見ながら寝るっていうのもありじゃないですか。ちょっとリスポーン地点設定してみましょうか。プラスチックのクズにできるやつをちょっと解体できるやつちょっと探すか。何これ。解体したら、なんか別のものにできますね、これ。ついでにちょっとこれ一個分けて解体しましょうか。何になるのこれ。種。あ、種になりましたね。スタックこれ増やしてどうすんのよ。増やしてもしょうがないじゃない。あ、できますね、これ。解体しよう。オッケーオッケー。これでもう一つゲットできる。いた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 。よいしょ。オッケー。これで、できますね。一個作れる。よし。オッケー。よいしょと。ちょっと荷物どこに置くっていうポジションを決めたいんですけど、まあ、それどころじゃないな。全部これ置けるのかどうかっていう問題がね。よいしょと、これで、全部取った。取ったのはいいけど、荷物が置けないですね。これだけ。あったあったあった。ああ、これプラスチックのクズがいるんだ。プラスチックのクズとりあえず探してこないとどうしようもできないですね。荷物も置けないし、これ以上。探してくるか。一階にね、プラスチックのクズ、というか、プラスチックのクズになるやつ、あるんで、あれ探してくるか。そこそこありましてね。あ、でもここ、あいつがおるんだよな。ロボット。そういえば。どこ行った、あいつ。大丈夫か。あ、あったあったあった。今ちょっとプラスチックのやつが大量にいるから、持っていきましょう。まだいるのかい、君。食べよう、これ。そういえば、自販機っていう手段ありますよね。あ、ヘッドギアとかも全部潰されてますね、これ。これでだいぶ回復しましたね。あのロボットどこ行ったんだろう。あれじゃないもんね。行方不明になりましたね。あ、ここに行ったのかな？ほら。これ。これでチャージしてんのかも。わからんけど。よいしょと。大量にプラスチックいりますよね。6時か。そろそろ上に戻らないと。またロボットが襲ってくるんだ。ここにヘッドギアあったよね、確か。あった。これ変えとこう。交換。あ、これ持って帰れるんだ。
持って帰ろ。あ、それ持って帰れないから、ちょっと試そうか。来い。あー、無理か。帰る場所にあいつがおる。行くか。あー、来た。もういい、ムシムシ。ムシムシムシ。ダッシュダッシュダッシュ。あー、怖い怖い。よし、プラスチック結構、ゲットしましたね。オッケー。これでさらにもう一個作れますね。コンロか、あとは、これですね。保管庫。コンロ作ろうか。オッケー、これできる。よし、携帯型コンロ。オッケー。6番。ここに置いてと。オッケーオッケー。で、電源がつなげれない?あ、もう一個いける。オッケーオッケー。これできるな。あと、飯がね、腐りかけてたんですよ。あったあった。あ、もう腐っちゃうかもしんないけど。あと、フライパンなかったっけ?あったあった。フライパン置いて。よしと。よし、これで肉ちょっと焼きましょう、これも。腐っちゃうし。ああ、焼こうと思ったら夜だった。寝ましょうか。ああ、今夜だよね、まだ。11時20分。ああ、どうしよっかね。まあでもここ割と明るいからね。電気ついてんだもんね、ここ。なぜか。無理か。ああ、無理だな。電力止まっちゃうんだ、やっぱり。とりあえず、ウォーターを置きましょうか。梱包できたウォーター。食べ物の横にでも置いとくか。はい。飲めるようになった。何してんの、これ。同僚?いつの間に?は?いつの間に来たの、君。びっくりした。突然出てきましたね。何してんの、これ。餌をやるって。餌って生しかないけど食べる?あ、食べさせてやることができないわ。いつの間に来たんだ、この人。突然来ましたね。これ NPC ですよね。僕今シングルプレイでやってるんで。いつの間にか来たな。びっくりした。どこにおったんですかね、この人。The facilities. え?川屋に行かないと。マジで。トイレが必要だって書いてますね。トイレ近くにないですね。ここトイレなかったもんな。6時か。6時から電気がつくようになるのかな?ああ、やっぱそうですね。6時だわ。食べ物嗅ぎつけて来たのかな、この人。ちょっと待って。一つあげるから。ああ、少し寒さを感じている。そうか。あ、できた、できた。それでちょっと一個食べよう。あ、あげようか。餌をやる。うん。あ、食べてる?そんなところで食べんでもいいのに。あれ、どっか行った?どこ行った?え突然出てきて突然どっか行ったんですけど。瞬間移動したな。せっかく食べ物さ、あげたのに何も言わずにどっか行きましたね。あとトイレも行かないといけないですもん。食べよう食べよう。よし、じゃあトイレプラス、あれですね。探索しましょう。トイレってあったっけ?あ、ここに携帯型のトイレ。あ、行けますね。トイレ近くにあったわ。つばる。これなんだ?これどうすんだろう?なんか、ああ、はいはいはい。E で、その場所にしたら、早く終わることができるみたいな。そんな感じですかね、これ。早く、踏ん張ってんだ、これ。あ、トイレ入った。なるほどね。そういうことか。よしと。これ聞いたっけ、この人。Dr. Derek Mance reporting. Research Director of Cascade Research Facility. Originating in Antiverse 2, IS-171 is a stationary sessile entity that traps its food with a retractable tentacle. The experience of being caught is rather like being attacked by an angry pizza. It presents no real threat, but leaves an enduring, not entirely unpleasant smell on anything it touches.Suggestions for possible applications include perfume, industrial scents, and olfactory-based crowd control weapons. どういうことだろう?さっぱりちょっとわかんないな。The
普通に持って帰れるんだ、あれ。ちょっと重いけど。ああ、いつが終わった。さよなら。とりあえず水もう一個手に入れたんで、しばらく水は大丈夫そうですよね。はい。ソファーですね。ベッド作る用の素材ですよね、これ。素材用に置いときましょうか、これ。箱作りましょう。これで荷物が全部置けるわ。スキルがレベルアップしました。これにより、新しいパークができる。そうなの？あ、これ？あ、2番目にアップグレードできるようになるんだ。特にクリックをしても何もならないですよね。勝手に上がっていくから、よくわかんないですね、ここら辺。まあ、後々わかるでしょう。寒いって言ってたから、ヒーターもいるんですよね。電源タップもう一つ作らないといけないね、これ。よいしょっと。電源タップを作って。OK。電源タップ二重にできるのかな、これ。こう置いてさ。電源を一回切断して、これをこっち側に、つなげて。あ、いけそうですね。これ増やせそう。電力。あ、いけますね。OK, OK。じゃあ、コンロ作ろう。コンロじゃない、ヒーター作ろうか。寒い寒いってずっと言われてるんですよね。あ、足りないな。これが足りないですね。コイル。あ、いやいや。あ、これ、ダメージ受けるんだ。あ、ここ、あ、待って。鍋あるじゃないですか。持って帰ろうか。拾う。フライパン。あ、ナイフもいいですね。塩。あ、もう持ってない。食べ物とかあんのかな、ここに。いや、食べ物はないのか。コンロがありますね、でもこれ。強化ホースが必要ですって書いてるけど。うわ！見つかった帰ろう。さよなら。オッケーオッケー。なんとか帰ってこれたわ。オッケー。これでヒーターを作ろう。オッケー、ヒーター。よし。ここにでも置いとこうか。足元。よしよし。これであったかいですよね。調理鍋。何が違うんでしょうね、これ。4番。調理鍋ウォーク。ん？殻。スープを作るための容器ですね。スープ今作れないけどな。あ、この上置ける。あ、この上置いときましょうか。あ、夜になりましたね。これつくかな。あ、これはつくんだ。ディスクランプいいっすね。